蜂に刺されることに成功したら、高評価よろしくね。高評価ありがとう。ごきげんよう、タッポドです。さあ、今回は、セーブザドッグ、ドロートゥーセーブやっていこうと思います。いや、刺されまくりだね。さあ、やっていきましょう。いや、間抜けな顔だな。で、この赤い線になぞって、あ、やばい、手が滑った。とんでもないことになっちゃったんだけど、ちょっと慎重にやっていこう。落ち着け、落ち着けって。やばい、やばい。あー、でもこれね、どうだ、どうだ？しっかり囲えたけどね。クリアしました。まあ、蜂に刺されたら負けっていうゲームだね。まあ、こんな感じのゲーム、今やったことあるんだけど、今回は、まあ、犬バージョンだね。あ、こっからじゃ自分で考えてやらないといけないのか。20丸にしよう。どうだ？下にトゲあるけど、この書いた黒い線が強すぎて、食らわなかったね。いや、なんだその笑顔。悪巧みしてる笑顔だな。で、ここは普通にこういう形で、どうだ？怖い怖い。蜂がつついてんだけど。あ、ちょっとやばい、ずれてきてる。危なかったね。まあ、制限時間までに守りきれば勝ちだね。そしてこのゲームはなんだ？いや、めっちゃやりたいんだけど。まあ、今日はこっちの犬蜂ゲーをやっていきたいと思います。さあ、次はね、下に蜂の巣があるっていうことは、あ、これで塞いじゃえばいいのか。どうだ？おーおー、ついつい。え、なにそれ？わあ、刺されちゃった。ってことは普通に丸がいいのかな？なんだかんだこれが最強だね。そして蜂のパワー強え。普通に浮かせてきたね。ここは2匹いるのか。まずはじゃあこうして、それから、あれ？わあ、刺されちゃった。これ、一筆書きじゃないとダメなんだね。ってことはこういうメガネのように書いてって。どうだ？怖い怖い。早くどっか行け。オッケー。こんなメガネがあったら欲しい。なんだこれ。これもやってみたいな。さあ、今回は犬3兄弟来たね。これ3兄弟仲良く助けていきたいね。ってことはここに引っ掛けて、まあ、落ちないようにしてね。どうだどうだ？怖いよ。ほほ。真ん中の犬も後から蜂の存在を気づいたね。よし、生き残りました。いや、3兄弟とも一緒な顔だな。そう、ここはね、まあ、とりあえず丸で囲っちゃえばいいんじゃないか？さあ、どうだ？おーって、こっちの方なんだ？え？わー、落とされたー。水に触れると死んじゃうんだね。ってことは、こっちに引っ掛けて、落ちないようにするのがいいのかな？オッケー。まさか水が弱点だったなんて。よし、生き残りました。僕もこんな顔してます。じゃあ、ここは、四角く書いてみようかな。丸だと落ちちゃいそうだしね。どうだ？つつかれてるよ。押さないで、押さないで。やばい！押される！ギャー！あれ？クリアしたね。あ、制限時間ギリギリクリアしたね。よかったー。さあ、蜂の巣が2箇所あるから、まあ、丸で囲っちゃえばいいかな。やっぱこれが最強すぎるね。でも目の前に蜂がいるって怖すぎるね。家に蜂が入ってきたことあるけど、あれは一番怖かったな。まあ、潰したけどね。さて、じゃあここはね、こんな感じで行けばいいかな。おー。まあ、引っ掛ける作戦もなんだかんだ強いね。よーし、生き残りました。じゃあ、あえて、蜂の巣を囲ってみるっていうのはどうだ？これ、蜂を防げるかな？あ、いけるいける。あれ、落とされたよ、でも。あ、ダメだ。やっぱ、犬の方をね、囲っていかなくちゃダメだね。よいしょー、これで安全、絶対に刺されることはないね。絶対に出られないけどね、これだと。まあすげえ笑顔だから、まあいっか。あ、このステージこそ、蜂の巣を囲っちゃえば、これクリアできるんじゃないか？どうだ？よし、蜂を捕らえたね。あー、やばい、倒れるー！潰されるー！潰されなかった。犬助、頑丈に作られてたね。名前、犬助にしちゃった。犬助と犬マロがいるね。じゃ、ここも蜂の巣を囲ってみよう。どうだ？
よし、落とせるんじゃないか。うわー、でもいけるいける。さて、オッケー。犬助と犬丸を救いました。犬助、じゃあこんな感じで犬助を救おう。どうだ。いや、蜂の巣二つって恐ろしすぎるでしょう。家にこんなの二つついてたら、もう住めなくなっちゃうよね。さて、ここも犬助いるね。こうして、落ちないように、こっちも囲っちゃえばいいんじゃないか。これ落ちないよね。あ、やば、落ちそう。うわー、あー、犬助ー。よし、こうしよう。どうだ。これそっち側に倒れてくれれば、ギリギリか。オッケー。犬助。いつもいい顔してるね、犬助。さあ、これは、あ、上に引っ掛ける部分があるから、こうして、こうして、こう、こう、こう。どうだ？怖い、怖い。真下に蜂がいるっていうのも怖いな。よし、でも生き残りました。僕も今日からこの顔にしよう、ずっと。さあ、ここは、よいしょ、よいしょからの、蜂の巣も囲っちゃって、完璧な守り方。これで、絶対に刺されることはないね。もう絶対に抜け出すこともできないけどね。犬助。それでもいい笑顔だ。さあ、ここも、まあ、蜂の巣を囲っちゃえばいいかな。じゃあね、蜂の、モン吉。オッケー、蜂のモン吉もね、もうこっちに来れないようにしました。蜂は蜂のモン吉っていう名前にしました。さあ、じゃあここはね、ま、トゲに刺さらないようにこうしてからの、あれ？今回下側書けないんだけどこれ。囲えないのか。あれ、なんだなんだ？なんか角ついてるぞ。なんだこの状況。あ、動いた動いた。角つき直ったね。あ、なんだかんだこれでクリアできるか？オッケー。なるほど、下の方も書けないっていうステージも出てきたか。え、待って、これどうだ？これも下の方書けないね。やばい、難しくなってきてる。これで、まあ、こっちも囲っちゃえばいいか。どうだ？落とされそうで怖いね。あ、ギリギリ挟まった。よかった。犬を飼い始めたら名前は犬助にしよう。じゃあ、ここの犬助をね、こうやって助けようかな。あー、犬助ー。こうやって蜂の巣を囲う。これどうだ？うわー、怖い怖い。落ちないでね、犬助。てか、すごい絶壁にいるね、犬助。さあ、ここのステージは、まあ、これも蜂の巣をこうやって囲っちゃえばいいかな？どうだどうだ？怖いね。周りにびっしり蜂がいるって。蜂の恐ろしさを体験できちゃうね。あ、今回は犬助と犬丸がいるね。じゃあここは、まあ、まず蜂の門吉を囲って、こういう感じで落としちゃえばいいんじゃないか？犬助、大丈夫か？オッケー。ギリギリだ。潰されてくれど。よーし、犬助と犬丸を助けました。このステージはよいしょ。さあ、どうだ？浮いてる浮いてる！うわー！蜂のパワー強すぎる！あ、刺さ！刺されなかったね。今一瞬刺されたかと思ったけど、クリアした。さすがだ、犬助。さあ、ここはこういう風に書いて、一応犬助を囲っちゃおう。これで安全だね。よし、続いてるよ。絶対にこの書いた黒いのはね、破壊できないからね。こういう黒い線欲しいな。まあ、犬助も欲しいね。さあ、ここも、よいしょ。オッケー、犬助。犬助と犬丸がいるね。蜂の門吉を囲っちゃえば、これクリアできるかな？来てるよ、蜂の門吉の群れが。でも、生き残ることに成功しました。いや、慣れてきたね、このゲームを。おっと、ここにも犬助と犬丸がいるのか。これどうだ？挟めてしまえば、もうこれクリアできるよ。オッケー。世界中の犬助を助けていきたい。さあ、ここも、これ普通に丸じゃないか？いや、さらに、ぐるぐる回して、最強の壁を作っていこう。これ最強すぎる。絶対に蜂は入ってこは来れないね。でも、一生ここに閉じ込められちゃうね。
犬助、それでもいいようだ。ここはまず犬助を囲ってから、こっちに引っ掛けた方がいいよね。落ちないように。やばい、ちょっと隙間できちゃった。蜂が入ってきそうなんだけど、一匹でも入ったら刺されまくっちゃうけどね。勝った。危なかったね。じゃあ今回はぐるぐる巻きにして、あえて塞がずにやってみようかな。これ蜂入ってくるのかな？あれ？全然来ないぞ。おお、あ、これでも普通に生き残るんだね。ここも普通にじゃあ蜂の巣を囲って。これでクリアできるんじゃないか？もう蜂の巣に刺されまくった犬助なんて見たくないからね。全部しっかりクリアしていこう。よっしゃ、ここもぐるぐる巻き作戦でいこうかな。こう、まあ、デカめに作ろう。横落ちないようにね。ここは、蜂の巣は当たり判定あるんだね。これどうだ？もうぐるぐる巻きのそっち側から蜂が入ってきてるけど。うおー隙間からがくぐってこないね、蜂は。さあ、ここは棒を作ってから蜂の巣を囲えば、犬助と犬丸はしっかり救えたね。黒い棒が目ん玉刺さってそうな感じだけど、大丈夫か？大丈夫だね。ここはよいしょ。これどうだ？さあ、様子を見ていきましょう。怖い怖い。怯えてるね。うぃー、やったーい。そりゃ、最強の絵を描く神プレイ、やっていこうと思います。よいしょー。出来上がってしまいました。神の形をしたこの絵。強い強い、踏みつぶしてんだけど、最強すぎるー。まあ、みんなもね、もし、蜂が襲ってくることがあったら、うんちで潰しましょう。それではみんな、じゃあね。